自然の旅を広げよう。皆さんこんにちは、山旅と専属ガイドの津森豊です。いつもありがとうございます。今日は皆さんから寄せられた、ご質問について、お答えをする形で、進めていきたいと思います。テーマは登山のウェアについてです。まず一つ目の質問ですね。私は登山のウェアで、こだわりを持っているものが一つありまして、それはこの今着ているインナーのウェアです。近年登山ウェアのメーカーからこういった肌着をよく出されてるんですけれども、行動中にかく汗だったりとか、それから天気が悪い日の雨によって、服が濡れることによって、体温の低下をするわけなんですけど、それを防ぐという意味でこの肌着が各メーカーから出ています。はい、どんなタイプの肌着を選んだら良いかというご質問なんですけども、このどのメーカーからも出てる肌着の主な種子は、この2番目の服に吸い取った水分を直接肌に伝えないために、濡らさないようにするためにこの肌着があるという大体考え方でこの肌着は作られているので、そういう考え方のものを選ばれるといいかと思います。はい、どういう場面で着るのが良いでしょうかというご質問なんですが、時と場合に応じて、暑い日、寒い日、その日その日で、着こなしを変えていくことをお勧めします。よく私のガイドの先輩の小林ガイドや、それから竹村ガイドが登山のウェアのことをとてもよく研究されてて、いつもよくお話をするんですけれども、このアンダーウェアには一つ意外と知られていない盲点がありまして、それは何かって言いますと、夏の暑い日に、肌を濡らすための汗、まあ、暑いから汗が出るんですけれども、その汗が直接肌に触れないことによって、体温を冷やせないという現象が起こるというお話をよくします。汗というのは、その蒸発するときの気化熱によって、汗をこう蒸発させることで、体温を冷やす、という働きをしてるんですけども、直接肌が濡れないので、この気化熱がうまく働かなくて体温が下がりにくいです。体温がなかなか下がらないので汗はどんどん出てきます。ということで汗のかきすぎにもつながるというふうに、思ってます。ということで、時と場合に応じて、例えば夏の暑い日にはわざと体を濡らすためにこの肌着を着ないで2番目のウェアを一番下に着るということだったりとか、それから逆に、稜線歩きをするときにはおそらく風の強い日とか多いと思いますので、とても体温下がりやすくなりますから、そういう日には着るというふうな工夫をしていただくといいかと思います。どのメーカーの商品が おすすめですかというご質問なんですけども、まあ自分に合う合わないがあると思いますので、どの商品が自分に合ってるのかっていうのをよくいろんな人に聞いて、そして、自分に合った商品を探されるのが一番いいかなというふうに思います。山旅人などのツアーでは、複数の参加者の方がたくさん参加されますので、そういう場でですね、いろいろお話を聞いてみるのもいいと思います。ということでツアーに参加されるのはとてもおすすめですよ。はい、ということで、またお会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。